さて、男子たちの苦労会を始めようか。今回は普段の生活で苦労していることを語ろうじゃないか。お前らも苦労してんだろ。同じ境遇だからな。パト、お前には負けるぜ。だが俺も一つ屋根の下で8人暮らしだ。困ることあるよな。俺は特に何もねえな。本当か、二人暮らしで本当にないのか。俺は自慢話しかねえけど、それでいいなら。ふふ、自慢話と話を振れば誰も俺に話を振らないはず。甘いな。よし、なら道影は自慢話担当だな。ニヤニヤしたいしな。そうか。まず、苦労話の前に言っておく。まずこの話だけで同情するぜ、お前ら。なんだよ、言ってみろよ。俺の目はコトカの片目と共有できて、俺の思考はカナと月下に筒抜けで、俺の感情はカナに筒抜けだ。ちなみに月下とはテレパシーが可能で思考が共有されている。そして何かあればソルテという専属神が自身の意思でここに来て、メリアは俺の居場所や状態を常に認知している。わかるか、俺には自由がないんだ。定期的に全てを管理されているからな。登場というよりホラーだわ、怖えな。よし、平気で生きてられるな。俺なら死んでるぜ。そんなに褒めるなよ、泣きたくなるだろ。お前、あれだろ、つまりエロ本という名の聖書やグラディア、覗き、エロい思考全てが筒抜けるってことだろ。ああ、突き抜ける。そしてそのネタを後日専属神から従属まで全員に行き届く、行き恥だぜ。お前、普段どうすんだそれ。受け入れるしかないのさ、そしてもう知ってる前提で向き合うしかない。ってな。今初めてお前の状況に同情したぞ、大変なんだな。分かってくれればいいんだ、聞かせてくれないか、本来の男女の関係とはどんなものなのか。俺は別に付き合ってるわけじゃないし、基本的に仕事の付き合いだからな、マジで。言い訳はいいんだよ、早くのろけ聞かせろよ、ぶん殴るぞこの野郎。もうさっき出してんじゃねえよ、俺といえばな。くっそ、こんな仕事任されても全然わかんねえよ、どうしろってんだ。はぁ、騒がしいわね。どこができないのか教えてくれる。ここだよ。そもそもなんで未だに古文なんだよ。現代文に直せよ。ああ、引き継ぎの本を書いたのって数百年前の六名王らしいから古文のままなのよね。他の六名王は以前の六名王の仕事を見ていたから引き継ぎの本を見なくてもよかったのだけど、あなたの場合はいきなり六名王だからね。仕方ないところもあるわね。だよな、これはやばいわ、本当。安心して、私は一応何年もの間、六名王の補佐の仕事をしていたから大体要領はつかめてるわ。教えてあげるから一緒に頑張りましょう。カムイ、お前本当可愛いな。いきなり何？いや、お前選挙の時ギスギスしてたじゃねえかよ。その時に比べたらな。謝るわよ。だってそれくらい本気だったし、あなたたちみたいな覚悟がない人たちがワイワイしてるのが気に入らなかったんだもの。そりゃ俺たちも悪いな。でも俺は今のお前の方がいいからそのままでいてほしいな。あなたがそう言うならそうするわよ。あ、そうか。まあ、よろしく頼むわ。という感じだ、素直なやつなんだ。感動した、ぜひ幸せになってくれ、式は全負担してやるよ。バッカ、付き合ってねえって言っただろうが。さっさと付き合えよ、オフィスラブでいいだろ、もう無自覚とは言わせねえぞ。というか女に可愛いっていうのはな、結婚してくれ、って言ってるようなもんだぞ。俺は飛躍しすぎだろ、真顔で何言ってんだお前は。バカ、それぐらい大げさに言わないと自分のやってること自覚しねえだろ、この無自覚系野郎はよ。いや、もはやわざとかもしれねえな。この女ったらし。黙れよお前ら。それで週はどうなんだ、ヘルナさんとの同居は。そうだよ、鬼畜り合ってんじゃねえのか、ああ。は、俺がヘルナに、無理に決まってんだろ、何を想像してんだ。でも同居だろ、どうなんだよ実際。強いて言うなら、母ちゃん、だな。帰ってきたぞヘルナ。ならお風呂入って、その間にご飯作るから、あと私はもうお風呂入ったから服を洗濯機に入れたら回しておいて。はいよ。タオル置いておくわね。そういえばご飯何が良かったかしら。ああ、日系で頼むわ。わかったわ、そう言うと思って買っておいたわ。それじゃあ、今から作るわね。助かる。食洗機回しておいたぞヘルナ。あら、ありがとう。洗濯物干すんだろ、手伝うぞ。助かるわ。今更だけどよ、お前自分の下着とか見られて恥ずかしくないのかよ。今つけてるわけじゃないし、別に見られて恥ずかしい下着なんて持ってないから気にしないわ。そういうもんか。そういうものよ。
そういえば俺、いつまでこの家にいていいんだ。好きなだけいたらいいわよ。生活費払っているのだし、私は別に嫌ではないし。ならいるわ。俺も嫌じゃねえし、むしろ居心地いいし。という感じだ。なあ、母ちゃんだろ。立派よ。母ちゃんじゃねえよ。もう立派な夫婦だよ。立派な家族になってるよ。大変だろ。むしろ俺の理想の家庭すぎて羨ましいわ。なんだよ。そう言うと思って買ってた。って、むちゃくちゃお前のこと理解してくれてんじゃねえかよ。お前な、下着見られても大丈夫ってのはな、心の許し体制にしか言わない言葉だからな、自覚しろよ、ボケが。早く入籍して幸せにしてやれよ、君たち二十歳すぎてるだろ。そういうもんなんかね。そういうもんだよ、ここは絡めんな気持ち悪い。そうか、なら俺、ヘルナに男を見せてくるわ。待て、まだ慌てる時間じゃない、勢いに身を任せるな。いいだよ、その方が面白いし。お前ら、俺なんかよりよっぽど新婚夫婦っぽい奴がいるだろうが。確かにいるな。それでどうなのよ。実際、どこまで行ったんだ。まさか、ベッドへ。やめろ、仮にも俺の妹でもあるんだぞ。身内の政治上は一番聞きたくない。仮にも姉と妹を嫁にしているお前がいるか。この姉妹どんやろう。やめろよ、好きなんだから仕方ないだろ。全員幸せにしてやんよ。あらやだ勇ましい。でも言ってることは金魚尽くす。うるさいな、なら俺も話せばいいんだろ。さっさと話せよ、ヤンキー上がり。そうだそうだ、お前が一番キャラ変わってるからな。女できてからのお前はなんだ、当時を今からやってみろよ。俺は誰も信用しない、俺は群れないんだ。ああ、痛いよ、ここに一匹狼千鳥野郎がいるよ、痛いよ痛いよ。大岡と全く関係ねえじゃねえか、お前らは。あの要を怒らせるとか、やるなあいつら。とりあえず俺だな。今ここにはさっきも言ったが8人暮らしだ。もちろん部屋の数も少ないし、洗濯物とかお風呂やトイレとかすっごく困るんだよな。あ、わかる。目のやり場とか気にするし、周りをかなり気にするよな。しかも全員が年頃の女の子だ。小学生が2人、中学生が1人、高校生の年頃が3人、それと19歳が俺ともう1人。まあ、弱るんだよな。特に小学生と中学生、異性への抵抗がまだない分、こっちがかなり気を使うんだ。わかる、特に下着とかだよな。平気で持ってこさせるからな。しかもそれを俺と大岡が現実世界に戻って買い物するんだ。弱るぞ、本当。大岡、今日は何を買うんだ。ラフテイちゃんとプリーちゃんのお洋服と下着かな。やっぱり成長期だからすぐにサイズが合わなくなってるんだよね。あとはパラちゃんから可愛い服がないか写真撮ってほしいって言ってたし、サーバは裁縫の小道具の補充。テラールは私たちの勉強参考書、ペンプは漫画だって。あいつら、要望すげえな。お年頃の女の子たちだからねー、仕方ないよ。でもせっかちゃんと月下お姉ちゃんから毎月相当な生活資金をもらってるから頑張らないと。そうだな、食料は毎日、下級神の人が日替わりで届けてくれるからな。そこばかりはパトたちに感謝しないとな。それじゃあ早速買い物スタートだよ。まずは私の買い物でゲーム売り場。ほどほどにしろよ。まあ、そんな平和がすげえ幸せなんだけどな。いい話なんだけど、平和を壊してた側がそれを言うかよ。やめろ、それ言われると俺らも刺さる。でもまあ、うまくいってるようで何よりだ。石化も月化も安心するな。というかパト、要に生活資金援助してたのかよ。こいつ、地球防衛軍にも資金援助してるぞ。毎月1000億。うちの会社が金だけ集める集金会社とかしてたから支援してんの。え、要のところには何円支援してんだ。育ち盛りもいるからな。とりあえず一人100万で800万の仕送りと、食料とか日用品とか送ってる。石化と月化のは知らないけどね。仕送りだけで、年収9600万、やりすぎじゃね。俺はそこに関してはノーコメントだ。軍事設備とかこいつの支援のおかげでかなり改善されたからな。まあ、大岡の兄だからな。生活の応援はしたいんだよ。待てよ。ってことはもし要が大岡ちゃんと結婚したらパトが兄貴になるのか。弟よ、俺のことをお兄たまって呼んでみろよ。お兄ちゃんでもいいぜ。兄上か、兄貴か、弟ちゃんわらわら。てめえら、何でもお前のことを兄貴なんて呼ぶか、バーカ。うるさいわね、ちょっとは静かにできないのかしら、あいつら。普段女の子としか関われてないからいいんじゃない。まあね、パトだって男同士でバカやりたいだろうし、それは全然目をつぶるけど。それにしてもあいつら、カナメ君と大岡が結婚する前提で話しすぎでしょ。もう、気が早いんだから。というか、せっかちゃんと月下お姉ちゃんって入籍したの。いや、そもそも家族だからしてないわ。契約的には婿養子って扱いになるのかしらね。いいじゃん、そもそも地球とか日本の常識外にいるんだから気にしなくていいんだから。まあ、そうなんだけどね。
自分への挨拶は任せろよ。鬼玉顔涙頂戴なスピーチをしてやるよ。昔はやんちゃだったからな。ウケるぜこら。お前よりはマシだったわ。というか絶対にパパにはやらせねえ。ではちゃんと贈り物用意しておくぜ。メイカイからメイドの土産ってな。はあ、バカばっかりねえ。本当だね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。